どうもヨシイです。さあ本日の会談を浴びる会話、吉井正夫が喋ります。そして聞き手は山崎まみさんです。山崎まみです。お願いします。鬼の四本鳥。そうですね。お願いします。お願いします。あのー、僕はですね、いろんなね。 まあ現場に行くことが多いんですよその映画のところとかドラマのところもありますし、うん、俳優系のやつもあればファッション系もあったりとかうん、うん、お笑いもありますし、うん、なんかさまざまなところにバーって行くんですけど、うん、もちろん階段の現場行ったら階段がいろいろ入ってくるのがあるんですけどもそれ以上にみんな会うたびみんなが階段しゃべってきてくれるのがその映画の現場なんですよ。でね、うんで ドラマよりも映画って待ち時間がむちゃくちゃあるから、うん、で特に今回は結構東京から離れて56時間かけて山奥の子行ってたから、うん、もう娯楽もないし、うん、もう1週間行ったら行きっぱとかやったんで、うん、携帯も繋がらないような繋がらない時もありましたでめちゃくちゃ仲良くなってその中で1人の方とすごい仲良くなって「でマサ,オっててマサオちゃん」って言われて「サオちゃんちょっと聞いてよ」っ、うん、って階段を。 喋ってもらったんですけう憧れの人というかうその人とすごい仲良くなれたっていうのも嬉しいし、あのー、ほんまここに出ていただきたいんですけどもなかなか忙しくて出てもらえなくて、うん、ちょっと名前は伏せますけどもあのんめちゃくちゃ好きでがっつり共演したから。うん ちょっとピー入ってるの申し訳ないですけどなんかどっかで喋れたらなと思いますけどその方の話がすっごい怖くて、えー、ちょっといいい、ですかはい、ぜひ聞きたいあのー、その方はですねまああるスポーツを高校までずっとやってたんですよ。うん、でまあ言ったら全国とかも狙うようなところやから。 まあ合宿とか行くんですよ夏にうん、うん、である高校3年生の時に夏合宿に行ったんですよで先輩じゃないですか高3でで高2の後輩とかと雑魚寝バーってしてたら、まあ、体育会系の部活やったんで、うん「おいちょっと誰か怖い話持ってへんの?」みたいなあーありますね回ってきてまあ先輩やけど優しくてみんなから人気者の方やったんですって、うん 話聞いてる上で,でその方が「誰かこう話持ってへんの?」っつったら「あ僕1個だけあるんですけどいいですか?」っっ後輩の A 君が名乗り出たんですよ。あじゃあ,あ BGM 代わりというか子守歌代わりに聞いてみんな寝ようぜって話になってその人がしゃべり出しましたんです。その A 君は仲良し3人組でずっと中学校時代つるんでたらしいんですよ。 である日学校が終わって放課後その日は部活もないってなって放課後教室で3人でわちゃわちゃわちゃと遊んでたんですってで中学校中学生の3年生ってまあ勉強せんかったら暇もて余してるじゃない、うん、好奇心も旺盛やから「こっくりさんしようぜ」ってってなるわけで紙にバーッて書いて 赤魚、雪しにとかって書いて鳥、うん、書いて、はい,い,いえみたいな書いてあできたみたいなやろうやろうっつって放課後どんどん日も暮れていって夕日が照らされてるぐらいの放課後の教室、うん、で行こうっつって3人でこうやってバーってやっていく面白いくらい動く固有名詞も動く誰々が、えーえー、A が好きな人誰ですか、うん、A しか知らへん、うん、で BC 仲いいけど、うんうん ほんんまに言っってなかったんですよ、うん、でも好きな子の名前に勝手に動く「え知らんはずやのに」っつって、えーお「やばいやばコックさんやばっっ」いです。A の友達の BB の好きな人」です。全員知らん、うん、動くんですよ、うん、自分を動かしたの「<laughs> やばいやばえー、なんとか好きなんや」みたいな言ってる時にじゃあこの3人で一番早く死ぬ人誰コックさん聞いたのそ,れそれ聞いちゃうんですかそしたら仮名にします い、いし、いもうこの時点でー君やったんですよ。えってな俺ってなって。たか C って。うん、C 君の個人名バババババって当てられて、うん、うわー絶対お前一番初めに死ぬやんかみたいな。うん、いや、俺一番初めに死ぬんやってとかって放課後騒いでたら、見回りの先生がガラガラって入ってきて、うん、お前らいつまで教室おんねんって怒られた瞬間に。 C 君がコックリさんの髪をクシュクシュクシュってしてそのまま後ろでにパッて隠したんです、はい、あよ。「は帰れよ!」あ、すいません何しててん?」って「何も,もしてないです何もしてないです、うん、帰ります」って言ってたんですけどここでその A 君は思ったこコックリさんって最後「お帰りくださいコックリさん」つって返さなあかんのに、うん、途中でその C 君はクシャクシャにして。 後ろでにしちゃって。って思ったけど、まあまあまあ、迷信やろと。あ、帰ります、帰りますって、先生を横目にばーって、A 君、B 君、C 君で帰っていくんですけど、C 君が教室出る前に、ゴミ箱にポンって投げて、捨てた。ダダメダメ,ダメで、おお、お前、ゴミ箱捨てて大丈夫みたいな、走りながら、A 君、の B 君に。いや、大丈夫やろって。いや、掃除終わった後で。 空の,のゴミ箱だからパッてわれられたらあいつらコックさんしててんコックリさんしててんやってなったら怒られんちゃういや怒られへんやろてか捨てたけど俺らのっていう証拠はないやんか多分先生見てないし、ねうんうん、たまたまゴミ箱を捨てた後に他の人がコックリさんやって捨てたと思うかもしれんやんもう,もうええわってなってて1回の下駄箱で靴をバーッてこう履き替えてたら C がいきなり黙ってんのさっきまで喋ってたの あれってなっててなそしたら、ま、ABC 君この3人組は先ほど見たように仲いいから、うん、学校終わりに「まあ、じゃあどっかデパートのゲーセン行こうや」とか言って何の気なしに「じゃあ河川敷行こうや」とか何の予定もなく3人で一直線に家には帰らずどっか寄り道3人で帰るっていうのも決まりやったから今日もどこ行こうかみたいな話をしようとしたら。 全然がいきなり途端に俺今日帰るわ急に俺帰る帰る今日帰るわってえこんなこと年にいや23年に1回しかないやろこんなえ帰んのって言った瞬間にむちゃくちゃなホームでブワーって校庭横切って肛門バッて出ていってブワーって帰っていって肛門から見えなくなる。 寸前にダンプカーでそんなすぐでで、もう二人ともパニックで「やばいやばいやばい」っつって「<え>救急車救急車先生に先生に」ってバーってもちろん駆け寄るわけたら C 君が血だらけ即死で C 君の右手にゴミ箱に捨てたはずのくしゃくしゃのコッの紙が握られてて。 嘘でしょで、こんな体験をしましたっていうのが A 君が体験した話なんです。寝れないいや怖すぎるっつって「<laughs> やばいやばいお前 A そんなことあったん?」っって、うん、で僕が映画で知り合いになって仲良くなった方がすごい心優しい人なんですけど、まあ、ちょっと性格悪い部分も人間あるじゃないですか。うん できすぎてるこの怖い話怖すぎるできすぎてるおかしいってなってそれ「本当に?」とは言われへんけど、うん、えー、そうなんだそうなんだってなって、うん、そんな中合宿が終わって後輩の子に「あれそういえばさ A と一緒に仲良かったやつ。 高校上がってきてきるよなちょっと離れたところから2人が進学してきてるわけ、うん、でここの内情を知ってる人ってなかなかおらんわけ、うん、であそういえば仲良かったやつおるよな後輩の A と3人組にしてた仲いいやつ、うん、部活は違えあ、あいつにちょっと性格悪いけどほんまにそんなことあったのって聞こうと思って。うんうん で、たまたま全校習慣でてなった時に1学年下のああいつやと思って「あちょちょちょっと,ょっと部活で後輩の A から夏合宿で聞いてんけど」っつって「なんか中学の時に放課後こっくり」って「こっくり」の空言った瞬間に「その話やめてください」「すいませんちょっと申し訳ないですけど言えないんです」つってパーって立ちた。 ほんまにいやんほんまやそれはガチですねそれはこわだから悪ふざけでこっくりさんしてもあかんしで夏合宿の時に後輩やからって怖いう話なんかないのかよ、うん、勇気出して手あげた子に「うん、そんな話させたも申し訳なかったな」って、うん、やバリバリ体育会系やったからこんな恐怖感じて,てんや先輩にっていうのも思ったし。うんうん ほんまに目の前で友人が亡くなる瞬間見た話をさせたって本当に申し訳ないことしたなっていや本当にえちょっと怖すぎて何も言えないやばないですかやばい、うん、そうだからその仲いい例えば先僕の仲いい役者さんの後輩 A 君の話なんですけど、ね、いやーやっぱこっくりさんとかやっちゃダメですね、うん 本当にうん、そのさすごいのがさ、うん、まあほんまなんやろうなって思うね、うん、ほんまなんやろうなって思うけど小栗、うん、さん小栗さんこの3人の中で一番先に死ぬのは誰 C の名前で普通に喋ってて下駄箱行った瞬間ちょっと帰るわっつってむちゃくちゃなホームで全速力で肛門に走っていくって、うん、走ってくるダンプカーと。 調整タイミング調整するためにめちゃくちゃのホームで走らなあかん、うん、死ににいってるわけやからいや本当にむちゃくちゃ怖いこの話めっちゃ怖い悪ふざけでもうコックリさんもしたらあかんしだからこの階段ユーチューバーの方々が絡んでたらむちゃくちゃコックリさんするからえっ<や>だから俺心霊スポット NG コックリさん NG にしてるんだすど、ねうんうん、え一回もやったこととかないですかない 私もないんですよ。ないんかい。ない。<laughs> いや、あるのかなと。思って心霊スポットは行ったことあるの。心霊スポットも行ったことない。あ、でもう。私本当に前も言ったんですけど、あの疲れやすいんで、絶対行かないです。うもう体調崩すから。うん。はい、なんかまあ職業的にも、生きるもつきそういしね。でもやっぱタレントさんって、絶対いるらしいです。っていうよね。うん、ついてる方が。 売れるとかなんか言うみたいですよね、うん、僕はもうそんなんは大丈夫ですいい <laughs> 一切つかなくていい、ね、<laughs> そう私も <laughs> そうそうえーっとこちらのチャンネルではですね、えー、度々募集してるんですけども視聴者投稿っていうのをしてもらってるんですね、うん、で何通かは えちょっと取材をもう1時間ぐらい電話取材してえ一般の方なんですけどもむちゃくちゃ怖かったからここで喋らせていただいたりしてるんですけどもえ随時募集しておりまして吉井正夫のインスタ DM の方にえー投稿の階段をざっと怖さがわかるぐらいのあらすじを書いていただけたりすればありがたいですね怖い怖いと思ったら連絡取るっていう感じなんですけども。 あと生配信を予定しておりましてそこで、えー、ずらーっと呼んでいくっていう交流を深めようかなと思ってますのでそちらの方もぜひよろしくお願いしますすいません山崎さんえはいあのいろいろ時間取ってもらいましたいええー、ありがとうございますりいえいえあの久しぶりにお会いできて嬉しかったですほんと久しぶりですもんねほんまに久しぶりでした <laughs> ほんと茶芝いで帰りましょうかはい、えー、山崎さんはですね、えー今 デジタル写真集を出しておりましてそちら概要欄の方にリンクを貼ってますので、えー、ぜひそちらの方よろしくお願いします、えー、並びにこちらのチャンネル登録・高評価、えー、ベルマークの通知ぜひよろしくお願いしますというわけで本日の語りは吉井正夫聞き手は山崎真美さんでしたご視聴ありがとうございましたありがとうございました <music>